愛犬がシニア期に入った時に見せるサイン。安心安全な老後を過ごさせてあげて。物音に反応しない。犬は年齢を重ねるといろいろな感覚が鈍くなるって言われてるね。そして視覚や嗅覚に比べて聴覚の衰えは少し早めやと言われてるから、犬がシニア期に入ると今までならすぐに気がついてたようなことにも反応しなくなるね。あなたが帰宅した時、鍵やドアの音がしても気がつかずに寝てたり、大好きなおやつの袋の音がしても気づかなかったり、苦手やった雷や花火の音が聞こえなくなったりっていうことは比較的よく見られる変化やね。呼びかけや指示をまるで聞こえてないかのように無視することはシニア期以外でも見られるね。でも大好きなものや大嫌いなものの音にも反応しないような様子なら、それは聴覚が衰えてきてる証拠やで。耳の聞こえが悪くなると人が近づいてきた時でも気がつかないことがあるから、急に触られると驚いてしまうことがあるね。犬の聴力が落ちてきたと感じたら、犬がびっくりしてしまわない接し方を心がけてあげてな。歩くスピードが遅くなる。散歩が大好きな犬でもシニア期に入ると歩くスピードがガクンと落ちることがあるね。散歩の出始めこそ元気いっぱいに飛び出しても、すぐにペースが落ちてあなたの後ろをとぼとぼ歩くようになるね。これは体力や筋力が落ちたことで、素早く動くことやたくさん動くことが難しくなったんやで。シニアになると疲れやすくなるのは事実やけど、疲れやすいからといって散歩をやめてしまうのはあかんねんで。運動をしなくなるとますます体力が落ちてしまい、健康維持に悪影響を与えることがあるから、散歩は必要なことやねん。年齢や体力に合わせてゆっくりでも良いから歩かせるようにしてや、もちろん無理な運動をさせる必要はないから、愛犬の体力に合わせて短い時間でも良いんやで。階段や段差の前で躊躇する。犬はシニアになると階段やちょっとした段差の前で立ち止まったり、進むのを嫌がるような様子を見せるようになることがあるね。シニアになって筋力が落ちたり関節が弱ったりして、足を高く上げたり踏ん張ったりすることが難しくなるからやねん。足がうまく上げられないから階段を登ることが辛くなるだけじゃなく、何もない場所でつまずいたりすることもあるね。段差の昇降はどうしても関節に負担がかかりやすいから、無理にやらせないようにして、緩やかな坂やスロープなどを利用してあげてな。また家の中でも犬がつまずきにくいような生活環境に整えてあげることをおすすめするで。家の中は安全と思いがちやけど、油断せずに対応してあげてな。寝ている時間が増える。犬は年齢を重ねると体力が低下するから、元気に動き回っているよりも眠ってたり横になって休んでたりする時間が増えるね。単純に疲れやすくなったっていうだけじゃなく、耳が遠くなったり感覚が鈍くなったりしたことで周囲の様子に鈍感になってることも影響してるんやで。今までならちょっとした物音に反応して様子を見に行ったり、あなたの帰宅ではしゃいだりしてた愛犬もシニアになると反応が薄くなって、ちょっとしたことでは起きなくなるね。少し寂しさを感じる飼い主さんもいるかもしれへんけど、無理やり起こしたり構ったりせず、愛犬のペースに合わせてあげるようにしてあげてな。まとめ。物音に反応しない。歩くスピードが遅くなる。階段や段差の前で躊躇する。寝ている時間が増える。老いは絶対に来るから、それをどうやって安全に暮らせるようにしてあげるかがあなたの務めやで。